男一人の昼ご飯、これもシリーズ化していきたいと思います。今日はお昼の定番焼きそばを、市販の焼きそば、人参、玉ねぎ、豚の細切れ、キャベツ、これで作ってみたいと思います。まず玉ねぎを切ります。玉ねぎはここに芯がありますので、ここは落として、あとはざっくりこれぐらいの大きさに切った方が美味しいです。人参は切っていきます。肉はまな板を変えます。ここに肉魚よとなってますけども、肉を切るときは野菜と混ぜないようにします。適当に切って、塩コショウをしておきます。ほぐしやすいように、それから水を入れてレンジでチンをしておきます。豚の赤身が取れてきたら、玉ねぎを切りました。にんにくを ここでちょっとまあ醤油を入れておくと味がしっかりします。もう少しのフライパンの方をキャベツに炒めます。まあ、これをお好みでやってもらえなくてもいいんですけども、そばの終わりに止めます。
で、盛り付けて出来上がり。キャベツとそばと混ぜて食べると、キャベツの甘みが効いてまた違った焼きそばになりますので、ぜひ試してみてください。